やっほー、神谷あさです。今日は私の毎日メイクをご紹介したいと思います。今回のテーマはバブミと似合わせです。このね、こうポワンとした色素の薄さとピンクさと、あとは似合わせ、自分の顔に合わせた流行顔を作るっていうのを紹介したいと思います。ということでメイクをスタートしたいと思います。せーの、はい。ということで、すっぴんです。マジやばい。もうなんか赤み出まくり、肌きぐすみまくり、しかも目力も弱いっていうね、もう本当にもう顔真っ平だし、やばい。まあね、こっからね、メイクした後が本物の私、今はね、このすっぴんっていう仮の私なんで、まあ、ここからちょっと真の姿になりたいと思います。朝チャンネル。まずはメイクする前に土台を整えないといけないんですよ。なので私は今のパックをして、その後に美容液を塗ってます。でパックが今持ってきてないんですけど、あのシカパック、あの緑色のシカパックをした後に美容液で、その美容液が普段使ってるのは&Bの VC セラム10です。でこれはビタミン C がめっちゃ入ってる美容液なんですよ。朝紫外線を浴びる前にビタミン C を塗ることによって、肌のくすみであったりとか、こう日焼けとかを防止するんですよ。なので私は朝絶対にビタミン C の美容液を塗ってます。これね、めっちゃ大事。まあ、こんな肌でなんか偉そうに言えたことじゃないけど、もっと前はひどかったです。これはまあ大体適当ぐらい、ちょっとこれくらい取って、もう適当ですよ、こう塗っていく。でこの時にちょっとマッサージをしつつやるといいです。こう引き上げたりとか、こう上げたりとか、あとね、メイクさんに教えてもらったのが、ここは目が開くツボだそうです。確かにこうメイクさんとかにメイクしていただく時って、ここ絶対触られるなって感じです。で、まあ、あとは耳の裏にリンパの線があるので、そこに向かって流すようにして、で最後ちょっと今見えづらいんですけど、首をこう下げて完了です。やっぱこう肩こりとか全部凝り固まってると、朝起きた時のむくみがもうむくんだままになっちゃうので、メイクしても可愛くないんですよ。なのでこの一手間を加えることによって全然違うんで、ぜひ皆さんやってみてください。次、下地ですね。今日は普段のメイクなので、これ MIMC を使っていきたいと思います。もうね、これ本当に神。こんなにお肌が汚くても透明感を出しつつつるんってなるんですよ。でね、私が使っているのは MIMC ミネラルリキッドファンデーション205番ピンクブライトですね。で普段塗ってるのはこれ6プラスっていう Amazon で買ったものです。ここをこう水濡らして、極限まで水を絞ったスポンジでファンデを塗ってます。色はこんな感じの色です。これがね、一番明るい色なんですけどね。ちょっとこんな感じで、ちょっとなんか均等っぽく塗って、なんか全然均等じゃないね。でこのスポンジでポンポンしていきます。で付属のスポンジもいいんですけど、なくしちゃってやがりはこんな感じです。で今は基礎のファンデーションなんで、こっからアラをコンシーラーで隠していきます。コンシーラーはこれザ・セム CP チップコンシーラーのナチュラルベージュを使ってます。で普段は、エトボスのコンシーラーを使うこともあるんですけど、毎日メイク適当なんでこっちを使ってます。特にどの辺やってるんですか？特にほくろを取ったので、こうダウンタイム中のほくろであったりとか、ちょっと赤みが出てるところとか、ニキビ跡とかですかね。こんな感じでやってます。であと
指でぼかします。やっぱ小鼻の赤みがなくなるとすごい開かなくて見えるんですよね。はい、でちょっとなんかちょっと気になるんでこれのスポンジでもう一回全体をぼかして、はい、完成です。こんな感じかな。ね、ちょっとっていうか全然顔の赤みがなくなってるので、よし、ここから持っていきたいと思います。次は目元に移っていくんですけど、目元はまずこれイニスフリーのパウダーで最初目元をこうポンポンしていきます。で、理由としてはやっぱパウダーを先にのせることによってファンデーションの油分がアイシャドウとかでちょっといい感じになんないんですよ。で、持ちも違うし発色も違うしよれないんですよ。なので最初は絶対パウダーでやってます。で、パウダーは私2種類使ってて、こっちのデコルテの方は顔全体にやるようです。でもこの目元とかってこう別にそんなこう綺麗に見せる必要もないですし、それよりかはもうとにかく油分を取る優先なので、このイニスフリーのやつを使ってます。 OK、 で特にこの目尻のところを重点的にやるとアイラインが消えずに済むので、絶対目尻のところはここの部分は重点的にやるのがおすすめです。なんかね、私顔全体パウダーやっちゃうと荒れちゃうんですよ、肌が弱いんで。なのでツヤ重視っていう感じで、本当基本は目元だけパウダーにしてます。はい、アイシャドウ、これはコスメデコルテのスキンベージュシャドウです。これはね、いつだ、去年か一昨年ぐらいのこのクリスマスコフレなんですけど、この色めっちゃ可愛くないですか。この超お気に入りなんで、だいたい最近もう最近っていうか去年からずっとこれ使ってます。超可愛い。で、筆はこういう動画な、これ もらい物なんですけど、ちゃんと熊の筆のやつ使ってて、やっぱね筆にこだわると全然仕上がりが違います。で、まず普段はベースを塗るときもあるんですけど、まあ塗るか、ベースは、まあでもこのベースって結局あれじゃないですか、あのパウダーで発色よくしてるんで、まああんま塗ることはないですね。で、次このピンク使ってます。このピンクは目全体に塗ってます。アイホールと、はい、こんな感じですね。で、次もう一色濃いのは二重幅のところになってます。で、これも目尻から半分ぐらいまで塗ってます。最近涙袋ってピンクでメイクするのが流行ってるので、私もその流行りに乗ってやってます。こんな感じかな。で、次この暗い色をちょっと締め色みたいな感じで使ってます。で、最近タレも流行ってるじゃないですか。なのでちょっとタレ目めにいつもメイクしてます。でね、次に、はい、折れたブラシ、おかしいな、これ折っちゃったんですよ、メイクブラシ。あの瓶のビールを開けようとして、コテの原理を使ってパッて開けようと思ったら
折れちゃったメイクブラシなんですけど、好きなのでこのまま愛用してます。でそれはこれ、さっきと同じ色を使います。でね、この色はこのブラシではより垂れ目っぽく見せるために、見えるかな、ここのラインと、あとアイラインの延長みたいな感じで塗っています。こんな感じですね。この筆を2つ使ってる理由としては、もう太さも細さも全然違うんですよ。なのでこっちは細くて強調したい時、こっちはぼかすっていうか全体にほわってのせる時用なので、まあ、こっちでのせた後にこっちでほわってするとすごく馴染んで自然に見えます。なのでなんかこう元から目がでかい人みたいな感じに見せるのにすごい役立ってます。朝チャンネル、次はアイラインですね。普段はこのワンデータトゥーのアイライナーを使ってます。色はショコラブラウンブラックを使ってます。黒だと黒ってなっちゃうんですよ。なんですけど私イエベ春なので、髪色にも合わせたりとか、目元も結構目の色も薄めではあるので、黒使っちゃうとちょっと浮いちゃうので、いつもだいたいブラック、濃いめのブラウンを使ってます。で、アイライナーをの形に合わせつつ、ちょっと垂れ目っぽく引いてます。こんな感じです。はい、こんな感じに引いてます。でこの時アイシャドウがこのアイラインの延長とこの目の間に入るとすごく目が大きくなります。あ、そう、あとはこれはウォン・ジョンユのメタルシャワーペンシルです。もうね、これはね、涙袋も超プリプリになる。まあ、さっきのアイシャドウで作ったんですけど、これをやることによって、より涙袋がなめくじみたいになるんですよ。ちょっと変わりますよね。だって涙袋の影描いてないのにこんな涙袋できるの本当すごい。すごーい。本当感動するこれ。で涙袋の影描いちゃうと涙袋の影を描いてる人になっちゃって透明感が出ないんですよ。なので私はあんまり描かないようにしてます。まあこれ使っちゃえばもう涙袋できるしねみたいな感じです。次はマスカラのオペラのマスカラです。これはね、お湯落ちなんですよ。私普段まつげパーマしてるんで、ウォータープルーフにしちゃうとゴシゴシ洗わないといけなくなっちゃって、まつげがどんどん抜けてっちゃうんですよ。なので絶対お湯落ちできるマスカラを使ってて、かつセパレートにできるっていうのがこのオペラのやつなので、もうこれずっと愛用してます。色は真っ黒です。これはちょっとね、まつげやりすぎちゃうと毛ばくなっちゃうんで、毛先を中心に塗ってます。で、あとはちょっと気になるところは
毛抜きで整ってます。私あの撮影とか結構ちゃんとしなきゃいけない時とかはちゃんと束感まつげにしてます。まあ、それもピンセットだってなくて毛抜きで束感を出してます。下まつげは絶対こうやって上から見てこのように塗ってます。そうじゃないともしこうやってやるとまつげが下まぶたについちゃうんですよ。なので絶対この角度でこうやって塗ってます。これは中画面短縮の効果があるので絶対にやってます。はい、こんな感じです。次、眉毛です。いや眉毛が一番大変ですよね。眉毛一番綺麗ですか？眉毛は前髪なしなので目立つんですよ、眉毛が。なのでいい感じにするためにちゃんと眉毛はやってます。で、眉毛はこれケイトのデザイニングアイブロウ 3D のフィット EX4 番です。ライトブラウン系を使ってます。でね、気をつけないといけないのが私って顔がのっぺりしてるので眉毛を濃い色使っちゃうと眉毛の人になっちゃうんですよ。なので絶対この明るい色を中心に使ってます。で眉毛も普段は脱色してます。こう眉毛ってこの部分とこの部分に分かれるじゃないですか。なので箇所箇所箇所に分けてやってます。で最初この間ぐらいの色をこうやってペペペって取ってペペペペってしてで眉頭からやってます。絶対に眉毛の人にならないようにやる。あ、ちょっと眉毛の人になってきちゃった。大丈夫か？大丈夫。もう一回つけて。わかりますか？で、この眉尻の部分はこの中間色だけで。こんな感じですね。いい感じですか？うん、よし。次、反対も同じように。なんか最近平行眉って流行ってるじゃないですか。私は平行眉にするとすごいたなんか垂れ眉みたいに見えちゃってなんか似合わなくて、なのでちょっと上がり目に眉毛は作ってます。そしたら、まあ、大体この眉毛の形ができたので、そしたら眉ペンシルを使ってます。で、これはアディクションの眉ペンシルを使ってます。色はシナモンです。この後ろのスクリューブラシを使って、あ、なんかちょっと描きすぎちゃったなって思うとこうやってなじませたりとかして、あとはこことかへこんでるなみたいな感じで思ったらちょっと描き足したりとか。何よりこのね、アディクションの眉ブラシってめっちゃ発色良くて絶対落ちないんですよ。よく眉尻とか消えちゃうじゃないですか。それがなくなった。なので夜感動します。よし。で、次は顔面の凹凸を作っていきます。まずはじゃあチークから塗っていきます。チークはナーズブラッシュ40、これ何番？4022番になってるかな。こう赤ピンクの色を使います。で、それでブラシもナーズのブラシを使っています。最近ってバブミって言葉が流行ってるじゃないですか。バブミの正体って色素の薄さとチークなんですよって最近分かって、なのでチークは濃いめに塗ってます。で、チークはちょっと塗りすぎちゃったけど、まあ、ここら辺全体に塗って、まあ、これももう中顔面短縮のためのチーク。めっちゃこれ発色良くて、ちょっと塗りすぎ感あるけど、いいか。なんか幸せそうに見えるしね。あとね、なんか顎先にも塗るとバブみが出るらしくて、あと鼻先。
で涙袋とチークあればね、めっちゃバブミって感じになりますよね。知らんけど。はい、OK。チークが終わって、次、ハイライト。ハイライトはこれ。ボビーブラウンのピンクグロウ。ハイライティングパウダー。これですね。これはね、いつかの旅行のお土産に自分に買ったやつです。本当はゴールドと悩んだんですけど、今の流行りピンクなんで、まあいいかなって感じです。で、これが付属の筆ですね。で、こうピピって取って、まずおでこ。おでこ。で、本当これ、ピカーってなるんですよ。すごいよね、本当。すごくないですか？ピカ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 ってなる。で、この C ゾーンと呼ばれるところと鼻先、顎先で鼻ビーって塗っちゃうと鼻が長く見えちゃうんで絶対鼻先だけですね。それであとは、あと細かいんで手でこの部分と目の下とかも結構塗るとこの部分に塗ってます。これでね、肌がめっちゃ綺麗に見えるんですよ。で、一時期は、このハイライトで、さらに、涙袋に追加塗りしてた。なんか、もっとぷくってなるんで、バブみが出る。こんな感じです。うん。シェーディングですね。ちょっと、今、ちょっとシェーディング、ボロボロなんですけど、普段はペリペラのインク V シェーディングの03のヘーゼルグレーを使ってます。ちょっとね、これ、昨日まで無事だったんですけど、ちょっと今日ボロボロなんで、ちょっとごめんなさいって感じですね。何したんですか？え、多分落としました。落とした記憶ないんだけど、まあいいや。で、これも、これ、はい。MAC のブラシを使ってます。でね、シェーディングは、もう今、バブミがテーマなんで、ここは塗っちゃうとバブミじゃなくて大人になっちゃうんですよ。なのでここはあんま塗らないようにします。私はコンプレックスがこのエラなので、エラを中心に塗ってますね。で、始まりはここの部分からどんどん内側に動かすようになってます。スタートは絶対ここからにしないと浮いちゃうんで、自然に自然に。よし、あ、それでね、前髪を上げてるときは絶対にここの部分に塗ってます。ちょっと私バレエの影響でここあんま毛生えてなくて、なんでここのカバーと小顔のためにちょっとシェーディングを入れることが多いです。このかな、よし、こんな感じです。最後ですね、やっとリップの時間です。でね、最近のお気に入りはこれ、ヒンスのリキッドのアンビエントっていう色ですね。こんな色です。超ごめん、鼻がちょっと今やばいことになってるんですけど、動くみたいになってる、乾燥で。なのでそういう時はこれもよく使ってるんですけど、ラロースポゼのトーンアップ下地をちょっと取ってなじませるとちょっとマシになったかなっていう感じですかね。はい、これで私の毎日メイクの完成です。やっぱね、こう流行りに乗せつつ自分の顔に合ったメイクをするっていうのがもう鉄則中の鉄則なんで、私はバブミかつ、なんだろう、骨格に合ったメイク、骨格に合って無理のないところにチークだったりとかアイシャドウを塗るっていうのを決定してます。なのでね、皆さんぜひ参考になった方がいらっしゃると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。
それと SNS の Twitter、Instagram、TikTok のフォローもお願いします。ありがとうございました。